僕がストロンググリップにする理由は、ハルさんはドライバーショットの時にストロンググリップおすすめですよということでお話しいただいたんですけど、アイアンショットもストロンググリップで横振りでいいんでしょうかという質問をいただいてます。僕がストロンググリップにする理由は、自分の軸と回転に合った腕、クラブの動きを同調させることがストロンググリップの目的なんですね。ですからドライバーでストロンググリップをおすすめしたのは、皆さんの体と肘の曲がる方向とか動く運動の方向が同調することを基本にお勧めしてますので、ドライバーだろうがサンドウェッジだろうが、全て握り方、ストロンググリップもスイングのプレーンも同じでいいと。ただ一つ違うことは、ボールの位置が変化してきますので、それによって少しだけ前傾が短くなれば、前傾角度が少し深くなりますので、そうすると縦振りのような感じに見えるかもしれないんですが、自分の体とクラブとスイングの面は全部一緒です。自分の持ちやすいように体が正しく同調して動くように、スイングの目的をしっかりと認識して練習してください。ぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんがゴルフを楽しめるように分かりやすく配信していきたいと思います。コメントなんかもどしどしお寄せください。